8月1日2日、もしもし日本プロジェクト、イベントの会場の下見に来てます。ダウンタウンの南にあるんですけど、かなり大きなビルで大きな椅子が、駐車場にあるのが、特徴です。会場の中に行ってみます。8月1日2日は、2階を貸し切りで原宿が、ザ・リーフというこのビルにやってきます。皆さん遊びに来てください。ハロー、 We are Ami Aya。 I'm Ami。 I'm Aya。 やっぱり日本のポップカルチャーといえば、カラオケが Ami おすすめです。そうですね、そう、カラオケに行ってちょっとコスプレしたりとかして歌うのも楽しいですし。そうだね、つい昨日やってたね。つい昨日やったんですけど。そうです、あやは日本のポップカルチャーといえば東京ファッションみたいなところですかね。原宿とかにね、たくさんポップなファッションしてる人がいるので、そう、そういうところもね、できてて、はい、ね。LA は3回目なんですけど、とにかくお買い物がめっちゃ楽しいです。古着屋さんとかフリーマーケットとかすごい充実しててね、あとはビーチに行きたいですね。行きたい。あのさ、ビーチの近くにあるロブスター屋さんがあって、こんなでっかいロブスターを食べれるんですよ、うん、そこがすごい美味しかったからまた行きたいんだ。今期のジュエリーのテーマが安泰というテーマになっていて、ジュエリーは結構ロックとね、ガーリーとミックスしたスタイリングがおすすめなんですけど、今期はセブンティーズミックスということで、フリンジとかビーズ使いとか刺繍だったりとか、そういうところにこだわって作ってますね。あとはグラフィックのアイテムがジューティーの定番なので、今回はすごいかっこいいね、グラフィックが多いので、その辺もね、チェンジアメリカでライブをするのもショーをするのも初めてなので、アメヤのこともジェイティのことも知ってもらって興味を持ってもらえたら嬉しいです。ぜひおしゃれして遊びに来てください。もしもし日本フェスティバル2015 in Los Angeles でお会いしましょう。